もうきちんと秋イカサイズ。こんにちは、山下エギングマイスターの川上です。やってきました北海道。アオリイカの北限は青森、北海道にはいないって以前言われてたんですね。でも実はアオリイカ北海道でもいるっていう情報があるんですね。今回は北海道でアオリイカを狙ってエギングする、行ってみたいと思います。よろしくお願いします。釣ってるロケーションはほぼ本州と見た目一緒なんですよね。岩があってテトラに囲まれて漁港、アオリイカが着きやすそうなポイントもありますし、ただやっぱり見えてる個体っていうのがほとんどない。で、気がつくと沖の方で漁港の真ん中の方でこう鮭がボンと跳ねたりですね。本当に普通に釣りしてると北海道じゃなくて本州でエギングしてるような感覚なんですけど、海の中やっぱりまるで違うような感じですね。透明度がものすごい高いからあっさく見えるんですけど、ね、このサイズのテトラが折り重なるように中に入ってそれでも見えてるから優に8から10メーターはありそうな感じですよね。あ、いるわ。ちょっと待ってよ。来たよ。よいしょ。ちょっとね、かわいいですけど、ちょっとあの、かわいそうなんで離しちゃいますよ、先に。本州と同じでやっぱり見えてるストラクチャーとかにつくんですよね。だから北海道でちょっとやってみた感じ、見えてる数が少ないんでどうかなと思ったんですけど、あと鮭が跳ねたりとか、その、ね、ちょっと本州にはない要素があってどうかなとは思ったんですけど、やっぱり性格はアオリイカ、アオリイカですよね。付き場っていうのは同じで、外敵みたいなその大きな魚が跳ねたらよりあの岸近くのストラクチャーに身を寄せると、サイズがサイズだからそうだと思うんですけど、いましたね、北海道のアオリイカ。お、持てた持てた持てた。はい、来たよ。かわいいよ。かわいいけど、いやーかわいい、ほんとかわいい。これもうほんと逃がしますよ、これほんとにすごくかわいいんでね。いやいや、もうすぐ逃がします、すぐ逃がしますね。でもいますね。よいしょ、追ってくる個体もいる。まあ、でもちょっとちっちゃいですよね。同じサイズのところばっかり狙ってもちょっとかわいそうですし、ね、サイズが上がっていかないんで、またちょっと他の場所をね見ていきましょう、ね、でもいますね、北海道のアオリイカ。でもイージーじゃない、難しい。どこでアオリイカ狙う時もそうなんですけど、釣れる釣れないのサイズは関係なくて、こうアオリイカがつきやすい漁港の隅っこだったり、こういうロープとかストラクチャー周りを見てその有無を確認するんですよね。一応ストラクチャー周りを目視して、で一度エギを通してみてついてこなければ湾の中央付近、一番深くなっているところで港の入り口、潮が出入りする、いつもそのフレッシュな潮が入ってくるようなところですね。そういったあの障害物周り、あと水の流れとかが作り出す、その水の流れで作る障害物周りとか潮目とかですね、そういうものをチェックしていなければまた次の場所へ行きます。やっぱりあの一つの場所で粘るよりは、その太陽の光がある時間はどん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 新しい場所を打っていった方がアオリイカと出会う確率が高くなるの で、 夕間詰めとかはしっかりあの水深のあるようなポイントで、ベイトもしっかり入っているポイントで
じっくり構えてるとやっぱりワンサイズ大きいものが入ってきたりするので、昼間はとにかく足とキャストで稼いで、夕まずにはしっかり粘る。雨だいぶ強くなってきましたねまた次の場所行きましょう。いそうだけどね。来た。かわいいけど来た。ね、出ました北海道のアオリイカ。もうポイントは本当に本州で釣ってるポイントとすぐ酷似してるんです。磯が湾道を形成してて、岩と堤防絡みで海岸で小さな湾道を形成してて潮目が入るで、ベイト系ちょっとないんですけど、おそらくこの夕まずめの時間帯に来るんじゃないかなと思って、潮目が1本入ったタイミングで来ましたね。要求ライブサーチね、夕まずめに強い赤テープとピンクとオレンジのコンビネーション、嬉しいやったありがとうございます。来たね、ちょっとサイズ上がったかな、地合いかも分かんないですね。結構このサイズの個体が群れてるのかも分かんないですね。でもこれ漁港でもこれよりももっと小さいサイズいたんですよ。で思うのが、このサイズで海峡を渡るのはちょっと厳しいのかなっていうのが感想だった。まだ仮説ですけどね、きっと近くで産卵して生まれて育ってるんじゃないかな。でも親イカが本州から流れてきて北海道で産卵して夏とかですね。でちょっと成長はまだ遅いですけど、夏場で生まれたやつがこうやって育ってるのかなって感じです。また大きくなったらこのアオリイカも南の方へ下がるのか、そのまま水温が厳しくなって時にちょっと難しくなってしまうのかっていろいろあると思うんですけど、北海道のアオリイカ嬉しいです。結構潮動いてるんですよね今で、夕まずめでこう潮目も割と頻繁にできていて、で足元にもやっぱり波が時折高くさらすんですよね。もう間違いなく潮が動いてるっていうサインなんで、で光量変化だ、アオリイカが釣れる条件としてはもう申し分ない状況ですよね。でテトラと堤防、あと磯が形成する湾になってるんですよね。絶対にこれアオリイカがいたらこういうところに夕まずめベイトを追い込んで入ってくるはずなんで。来たよ、ちょっといいんじゃない。ほら、ね、いいサイズ。やっぱり本州でもよく釣ってるような場所だ、アオリイカが好む場所っていうのはきっと北海道のポイントでも一緒だと思うんです。だアオリイカっていう生き物がどういう場所が好んでこうついて、どういうところに回遊してくるかっていうポイントの見立て方は全く同じです。ワンド、磯、障害物、あと潮の流れ、しっかりピースがはまればこうやって北海道でもいいサイズのアオリイカ釣れますよね。いかがだったでしょうか、北海道でのアオリイカエギング。まだまだ情報の少ない北海道ですけど、アオリイカが好む障害物、地形、あとそのアオリイカが寄ってくる朝夕まずめの時間帯、そして水温、
潮の動き出し、以上の条件が揃えば北海道でアオリイカを狙うことは決して難しくありません。まだまだ未開拓な場所も多いんですけど、ぜひ今回の動画を参考にアオリイカのエギング楽しんでみてください。ありがとうございました。